Yes, <laughs> このビデオは MC ・ムーブ・レラティブ関数を使って位置決めを行う方法について説明します低周期タスクで実行されている POU を開きます MC ・ムーブ・レラティブと打ち込みます軸変数実行のための変数距離速度 加減速度を設定します。ダウンロードチェンジを実行し、デバッグモードとします。実行のための変数を true にします。詳しく説明していきます。このプロジェクトには、スクリュー、ロータリーテーブルの2軸と外部エンコーダーがあります。各軸の論理軸番号は、ワームスタートにより格納されています。別の POU で、 MC Power を使ってサーボオンしています。これから簡単なプログラムを作成し、デバッグモードで動作させてみます。リソースダイアログを閉じます。デバッグモードから出て、プログラムを開始します。位置決めのプログラムは、ファーストタスクに作成します。ポジショニングという名前の POU を作成し、言語は LD、ラダーを選びます。 ファースススストタタクにインスタンスを割り付けますポジショニング POU のワークシートを開きますシートの任意の場所をクリックし MC アンダーバームーブレラティブと打ち込み Enter もう一度 Enter します軸変数がグレーにハイライトされているので Enter します軸変数はスクリューです S を入力すると自動検索で見つかりました Enter あとは、この関数の入力に変数を割り付けていくだけです。関数の入出力に関する詳細は、関数を右クリックして、ヘルプを開くとご覧になれます。軸を動作させるには、エクセキュート入力と速度、加減速度に0以外の数値を設定しなければなりません。変数を割り付けるには、色がついたドットをダブルクリックします。エクセキュートには、 スタートスクリューというローカル変数を割り付けます。データの型は自動的に選択されます。距離の設定にはディスタンスアンダーバースクリューという変数とします。初期値の設定が可能です。ここでは 10mm にしておきます。IEC の文法でデータ型が L リアルなので10.0としなければなりません。同様に速度の変数を Velocity アンダーバースクリューとし初期値を 5 0 m m パーセックにしておきます加速度にも変数を割り付けることが可能ですが変数の割り付けが可能な場所には IC でリテラルと呼ばれる直接数値の割り付けも可能ですこの場合は定数となりますのでプログラム実行中の変更はできません変数名を入力する場所に最初に変数の型この場合は l リアル引き続きシャープそして数値 4万ミリメートルパーセカンドスクエアを入力します。このアンダーバーは数値を見やすくするためでなくても結構です。減速度ですが数値変数ともにコントロールキーを押しながらクリックで選択したものをコピーして割り付けることができます。残りの入力は割り付けなくても結構です。ダウンロードチェンジを行います。エラーはありません。ダウンロードしました。リソースウィンドウを開きます。デバッグモードに入ります。 距離と速度の変数に値が格納されていることが確認できます。位置決めを実行させるには、エクセキュートの変数をダブルクリックして開きます。True が選ばれていることを確認し、オーバーライトをクリックします。モーターが回り、位置決めが完了すると、ダウン出力がオンします。タッチパネルからの変数設定をシミュレートするには、例えば、この距離や速度は変数をダブルクリックし、設定したい値を入力します。20.0に変更します。 同様に速度も変えてみます。小数点を忘れないでください。オーバーライトをクリックするか、タブキーを押してください。数値を直接割り付けている場合は、ダブルクリックしても値を変更することはできません。プログラムを変更し、コンパイル後ダウンロードが必要です。ビデオをご覧いただきありがとうございます。これ以外のビデオやアプリケーション情報、ファームウェアのアップデートなどにつきましては、 安川 .com スラッシュ iec でご覧いただけます。